今回の仮想通貨ニュースは3月15日に閣議決定された仮想通貨に関する改正案について討論。美しくないんですよ、他の法文が。全体的な方向としてはいい方向にあるのかなと思ってます。しっかり整備できないと安心して、使えないのかなというふうに思ってるので、貢献して頑張りたい人にとってはすごく残念なお知らせなので、本当に自己責任でいいんじゃないかなと。さらに様々な有識者たちにもインタビュー。日本の法整備は良い方向に向かっているか、討論スタートです。新装解説仮想通貨ニュース。さあ、こんばんは。こんばんは、堀潤です。榎本レミです、ね、仮想通貨も、40万円台から今度は45万円台で、はい、45万円台を超えていくとビットコインも次のステージが見えてくるんじゃないかなんていうことで、はい、海外メディアも結構ね盛んに取り上げてましたけれども、もうビットコイン持ってからもう久しいですよね。はい、気になりますか、やっぱり。いや、ずっと見ちゃいますね、やっぱり。ずっと見ちゃいますね。もう気になるとどう開いて、うん、あーとかうーとか言ってますね。たまごっち並みに見ちゃうでしょ。すごい見ちゃいます、ね、見ちゃいますよね、はい、皆さんいかがでしょうか。うん、ちなみに3月15日に金商法と資金決済法の改正案というのが閣議決定されました。はい、これによって仮想通貨という名前から暗号資産ということで名称にも変更が起きています。はい、さあ一体どうなっていくのかということで、このあたり今日の議論の材料になっていきそうです。早速参りましょう。新装解説仮想通貨ニュース。さあ本日もスタジオには様々なバックグラウンドをお持ちの専門家の皆さんがお集まりくださっています。いやー、アンリさん本当多才ですよね。そんなことないですよ、なんとか資産を増やしたくてしょうがない。独自のテクニックで株式投資、不動産投資の成功経験あり、仮想通貨にも当然注目、バラエティ、情報番組と大活躍のタレント、杉原安里さん。でも仮想通貨周り、今ちょっと価格が一時期大変下落していたところが少しまあ持ち直しの基調も見られますけれども、はい、そうなんですよね。なので期待をしてますけど、仮想通貨って税率すごくないですか。そうなんですよ。 それがなんかこう、まあ換金するのがいいことではないと思うんですけど、なんかずっとこう塩漬けの状態になっているなんか理由でもあって、なんかちょっと変えられるところってたくさんあるんじゃないかなと今日は。そのあたり藤巻さん、はい、国会で一人背負って、いやお願いします。経済評論家で参議院議員、昨年12月に仮想通貨税制を変える会を発足させた藤巻武さん。収録のこの日も委員会などでいろいろ発言もされてこられたそうですね。そうですね、主税局長とですね、麻生大臣と、それから最後の1時間は安倍首相を含めてね、税制変えるべきだとずっと言ってきましたよ。むちゃくちゃ気になります。まず財務省、主税局長どういう反応ですか。やっぱり国会の場ではね、それはもうすぐ変えますなんて一個ないんですよ。だけどじわじわと攻めていくと、これはやばいかなという気持ちになってきてるんじゃないかなと私は思いますよね。麻生大臣やそして安倍総理はどういう反応なんですか。それはやっぱりその場では言いませんけども、それはやっぱりこう例えば学説が変わってくるとね、学説を否定してまでっていうのは難しいんですよ。で今日私が言ってきたのは、雑所得じゃないっていう学説もあるくらいで、ひょっとすると雑所得かもしれないけど、ひょっとすると一時所得かもしれない、ひょっとすると譲渡所得じゃないのと、だとするならばこれ例えば国税の論理から言うと雑所得かもしれないけども、他の選択肢があるならば、これはもう政治の役目じゃないかと、これは全くね、例えば暗号資産の譲渡益が不動産所得なんですが、これはもちろんダメなんですよね。だけど学説的にも可能性があるのならば、それは政治的に判断したらいいんじゃないのと私今日言ってきたわけ。なるほど。例えば外貨預金も実は雑所得で全くこう大変な税制なんだけど、もし外貨預金が譲渡所得 20% の源泉分の譲渡所得だったら、みんなドル預金やってドル高上がるじゃないのと、そうすると異次元の量的緩和という副作用の満載のね、政策取らなくたってドル高になってデフレ脱却できて経済良くなっていいじゃないかと、だからね、そういう税制一つ変えれば世の中変わるんだぞ、暗号資産も同じだぞと、だから税制変える、でそれが日本の飯の種だぞということを今日は申し上げてきたわけですよ。やっぱり考えると思いますけどね。総理どんな表情でした。
総理は突然言ったからちょっとしどろもどろしてましたけど、そうかいや大変気になります。今日お話伺っていきましょう、うん、さあ岩村先生よろしくお願いします。日本銀行に入行しニューヨーク駐在員金融研究所などを経て現在は早稲田大学教授の岩村充さん。外貨とかあるいはそのビットコインとかので出てきている利益というのがそのなんか本質的な富を世界に作り出したから出た富かと、それともそうではなくて誰かの損が誰かの得になっているという類のものなのかということは議論されるべきだと思うんですよ。で例えば外貨預金についてもそうなんですけど、その利益が出ると所得課税されるんだけど、はい、だったら損出したらあのお国はかわいそうだねっつって何パーセントかお金くれるのかなって、税制ってそういう対称性が本来なきゃいけない。なるほど。それからもう一つはその今藤巻さんおっしゃった点もそうなんですけど、企業が例えば外貨を持つというのは別に企業に雑所得か一所得かって分類ないですから、確かに普通の意味であの、まあ昔で言えば経常利益で、今は経常利益って利益がなくなって基本的には利益ですけれども、普通の利益として全部法人税なんです。ところが個人はその分類額をやるんですね。そうですね。でそういう意味ではその税制というものの大デザインの問題にも実は関わってくる話だと私は思ってます、ね、今日そのあたりもしっかりと番組を見つめていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、さあそして川田さん、今すごく大きな国家の話の話がありますが、はいね、川田さん向き合っているのはまさにこう地域であり人々のこうなりわいや生活と向き合いながら、はい、新しいお金の使い方というのを提唱されてこられましたよね、はい、仮想通貨で地方創生のお手伝いをする株式会社フィノバレー代表取締役社長川田修平さん、現状どうですか今地域の皆さんの。そうですね、そういう意味では、まあ、我々スマートフォンを使った決済っていうサービスをやってるんですが、なかなか皆さんがすぐ理解できたり参加したいっていうにはやっぱりすぐにはならなくて、これだけ今ね例えばペイペイなんかもあんな風にこう大 CM も打って大キャンペーンも打ってますけれども、まだまだこう使い勝手っていうところで、そうです、まあ使い勝手であったりその手前のスマートフォンの操作だったりそういったレベルでつまずくというと失礼ですが、あの戸惑う方がやっぱり多くいらっしゃいますというところでいくと、さっきの税の話はかなり交渉の話なんですが、あの一利用者だったり国民の立場からするとその辺がクリアにならないとやっぱりあのすっきり来ないですし、その辺が情報の非対称性というか、あの知ってる人だけしか知らなくてなかなか伝わってないっていうところが、まあ課題になるのかなというふうに私は思います。どうしてもね、お上の議論天空の議論にとどまっているところが、はい、いつぐらいに降りてくるのかなっていう感じがしますね。そうですね、はい、さあ早速参りましょう。榎本さんコーナー紹介お願いします。今夜徹底討論、新しい経済の形ブロックチェーン技術投機、将来的に様々なことが期待される仮想通貨ですが、未だ実態がつかみにくいのも事実です。そこで集まっていただいたパネラーの皆さんに仮想通貨に関するご意見交わしていただきたいと思います。はい、そこで番組から今回もテーマをご用意させていただきました。まずはそのテーマに対して是か非かを伺っていきたいと思います。はい、本日のテーマはこちらです。日本の法整備はいい方向に向かっている。冒頭でもお話ししましたが、先月政府は金融商品取引法と資金決済法の改正案を閣議決定しました。まあこの 1,2 年の間で起きた様々な課題をクリアしようということで、まあ、法改正が行われてきたわけです。まあ一見前進しているようにも見えるんですが、果たして真相はどうなのか、暗号資産という名称は果たして適切なのか否か、日本の法整備は良い方向に向かっているのか伺っていきましょう。賛同するという方は白、いやいや課題はまだあるという方は黒を挙げてください。一斉にどうぞ。賛同する、課題がある、賛同する、賛同する、いい方向に向かっていると、アンリさん。いつもご視聴ありがとうございます。ここまでご覧の方はチャンネル登録をこちら、そして LINE アットもあるのでこちらで登録してください。限定動画もあります。そして、こちらにですね動画たくさんありますので、ぜひお好みのものをご覧ください。ぜひ見てくださいね。